に登場していただきましょう。赤に染まっていきましょう。アプリルレーシングチームのお二人が登場してくれました。さあまずは画面にサインをしてもらいます。さあ、イアン・ノーネ選手のサインから次はレーシー選手のサインになります。チャオチャオ。さあということでお二人に改めまして大きな拍手をお願いいたします。真っ赤っか真っ赤っかですよ。アレイシー、真っ赤っかなこの会場見てどうですか、気持ち今。 Yeah, hello to everybody. I say many times that I love Japan. It's one of my favorite countries because the atmosphere every year here is fantastic. All of you guys are super, super kind. And I love the food here in Japan as well. So it's a pleasure to be here in front of a lot of people.はい、皆さん本当にありがとうございます。もう僕は本当に日本が好きで、まあ、おそらく最も好きな国の一つじゃないかなと、はい、それは当然もうファンの皆さんとあとはまあ日本食ですかね。そのためにあの日本に来るのをいつも楽しみにしてるんです。ね、銀座41は儲かってますか？In Europe, I think it's one of the best sushis, but when you come here in Japan, I've been in Tokyo eating sushi every day and difficult because the original sushi always better, but Ginza 41 sushi is very high level. はい、うちのレストランね、Ginza 41は、あの、おそらくヨーロッパでは最も質の高い寿司を出す。おお、あの寿司料理の日本食のレベルと思う。ただ日本に帰ってくるともう日本食のレベルが高すぎるのでさすがにこれはかなわないなといつも思ってるんですけど ね。じゃあみんなもうアンドラだっけ、アンドラ yes, yes, アンドラ、yes. アンドラね、スペインにレース見に行った時にはアンドラに立ち寄って銀座41に行った時にはみんなトリップアドバイザーに書きましょう。Yeah. It's just 2 hours from Barcelona airport, so very, very close. あのバルセロナからたった2時間の距離の場所がありますので、ぜひ皆さんお越しください。セールスマンでございます。Everybody can come next week with me. 来年はじゃあみんなで一緒に行こうかと。イエーイ、これ招待したらえらいことになりますよ。ね。Yeah, maybe, yes. はい。ですねと。はい。ね、はい、そんな話盛り上がりました。続いてはアンドレア・ヤンノーネ選手です。拍手お願いします。去年まではブルーだったけど今年はこうやってレッドのね、ライトスティック振ってもらってますが気分はいかがでしょう。 Yes, I think so. Hello everybody, always it's a pleasure to be here with us. In any case, yes, this year we are a little bit more red, not blue, but in any case we felt always strong support from the people.In Japan always are special. I think it's one of the best race from the fan because we felt really, really strong support from the people. Yeah, そうですね。まずは本当に嬉しく思います。で、うちのチームはね、まだ少しまだね、まあ絶好調というわけではないんですけども、ただ皆さんが支えてくださっているので、まあ皆さんのサポートを受けてですね、頑張っていこうと思います。もう日本は日本にとっても非常に大事で、自分も日本がとても好きです。はい、どうぞ拍手お願いいたします。アンドレア選手は日本に来てなんか毎回やることとか実は密かにすっごい楽しみにしていることとかってあったりするんですか、なんかレース以外で。 By generally I come in Tokyo, I see something sharp like this, I eat sushi, I love teppanyaki, so but in any case, it's always good. It's completely different from Europe, but it's really funny. そうですね。まあ日本に来るのはいつも楽しみで、例えば東京に立ち寄ってちょっと買い物をしたり、まあお寿司食べたり、あと鉄板焼きが好きなので、必ず立ち寄るようにはしてます。まあヨーロッパとはね、だいぶ違う文化、これを楽しむことができるっていうのはもう日本に来て、いつも楽しみなことなんです。日本人とイタリア人って結構個人的には気質が似てるのかなってね。
思うんですけど、アンドレア選手どうですか、料理とか日本人が作るイタリア料理とかどうですか。苦笑いです。No, so Japanese chef and Italian chef, so chef, so I think is big different. So sushi or pizza? Sushi or pizza? No, for sure sushi. Ah, sushi. Here in Japan, Here in Italy pizza. For sure. In Italy is better pizza, in Japan is better sushi. So, because the pizza in Japan is so まあ、日本とイタ日本人とイタリア人が一緒か違いかというのは確かちょっと難しいんですけども、ただまあ寿司を作らせたらそれは日本人の方がいいですし、まあ、ピザだとイタリア人の方がいいと思います、はい、あの寿司を日本で食べるともう本当に美味しいんですけども、まあ、日本で食べるピザっていうのはまあ自分にとってはまあちょっとっていうようなところでしょうかこの辺がちょっとやっぱりね本音ですよね、はい、さあ、そんなねお二人ですけども、まあ、あのアレイシー、今日はあのフィーリングとしてはどうでしたか。走ってモテギは、まあ、好きなサーキットだと思いますけど。Yeah, I really like this layout. It's very, very good for the riders who break very late. And I think I'm a good rider on the break, so I enjoy riding. Today the lap times has been very, very, very fast. Many riders in 1:45, so it was impressive because it was quite cold. But we managed to finish in the top 10, and look like tomorrow will rain. So overall, has been a good start of the season so far for us. そうですね、今日はフィーリングとしてはやはり良くてですね、まあ、自分たちとしてやっぱトップ10に入れているということがですね、うん、まあ、自分としては良かったです、うん、でも明日また雨が降るということになると、まあ、コンディションも変わってくるとは思うんですけども、まあ、今のところは非常にいい調子で来ているとそう思います、ね、シングルフィニッシュ、そして、ね、チャンスがあれば表彰台期待しております。Difficult, very difficult, but I will try my best. I will try. It will be like a dream. But the Japanese manufacturers are very, very strong. はい、まあ表彰台ですか。まあそれはさすがにちょっと難しいから。でももちろん全力で取り組みます。でもその表彰台を阻んでいるのがやはり日本のファクトのチームなので、ね、強いってね言ってましたね。でもみんなアレシ好きだよね。ね。もうね、Thank you very much. It's a pleasure. ね、そしてアンドレア選手、決勝に向けてまた改めて意気込みを聞かせてください。どうでしょう、いい流れは作れそうですか。 But for sure it's difficult. We start, for me the weekend start, so in the difficult way, but in any case we never give up. We try to improve in tomorrow.Also tomorrow the weather is a little bit difficult, but in any case we try to give 100%. So the first 15 for us is the target, but in any case we try always something more.そうですね、簡単じゃないというふうに思ってます。この週末のレースはですね、はい、まあ、非常に苦戦が強いられる可能性もあるかなと。ただ自分としてはやはり 100% 全力で取り組んで、まあ、いかにいい成績を残せるかというところを皆さんにお見せしたいというふうに思ってます、うん、はい、期待しております。ぜひみんなの応援でね、この2人がね、今季ベストリザルトを残せるように応援よろしくお願いします。イエーイ。はい、さあそれでは最後にですね、写真を撮りたいと思います。 Let's take photo with fans. OK? イエーイ。さあイタリアンレッドのライトスティックを振ってください。アプリリアレーシングチーム、ウー、どうもありがとうございます。おー、うまい、うまい、大きな拍手をくれください。ありがとう。Thank you. Thank you. ありがとう。選手、そしてアンドリア・イアンドーネ選手でした。ありがとうございました。